こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルは、ポテトサラダか卵サラダかどっちかにします。ポテトサラダか卵サラダのどっちかにします。で、バナナですね。で、ネギうどん。ネギうどん。これが主食です。卵は、薄焼き卵を合計LL4 個分使ってますね。で、目玉焼きにも2個使ってます。で、玉ねぎとピーマンの炒め物ですね。こんな感じです。野菜の成分はポテトサラダと玉ねぎとネギとバナナで取ります。はい、肝心の体重ですね。脱水症状にならないように喉も渇くし、ガンガン水分取ってますから、どうなってるでしょうか。ちょっと減ったのかな、 100g 減ったのかな。はい、体重 55.7、 体重 55.7、 体脂肪率 13.5、 体重 55.7、 体脂肪率 13.5、 基礎代謝 1298、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 45.7、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、体重 55.7、 携帯とシャツとトランクスの重さ引いたら 55.5 いうことですね。基礎代謝1298、内臓脂肪レベル4です。もう一度、卵サラダかポテトサラダか。ポテトサラダの方が、ポテトサラダの方が人気出んのかな。で、バナナとネギうどんと、で、薄焼き卵はこれ LL 合計これ4個目です。卵と、あ、じゃあ、玉ねぎとピーマンの炒め物。こんな感じです。これに目玉焼きが加わります。今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。失礼します。